大家都在 Diablo， 那你update。那那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 。麦克风稍微测试一下啊。有人说昨天游戏声太小，但我觉得还好啊。真的有那么小吗？游戏声有这么小吗？向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。ああ、昨天这边卡好久。这边到底怎么？这边到底前进的条件是什么？感觉就是要帮， no， 就是要帮这两个人啊，帮这个受伤的这个人啊。但是我要怎么帮他？我听到救护车的声音啊。
倒他的大楼。火事が起きているらしい。受伤的人。心配だから早く戻りたいんだが。回不去的路。八四。見違って見えるの。怖いけど。第八四，我觉得应该可利用才对。外の方が安全かわからないよ。おーい、おーい、誰か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 、消防车的声音。来るようじゃ怖くてどこも歩けんな。え、有人。誰か。おーい。上面有人。我在隔壁。这个空间。电梯。不对，这也是男厕。没有可以用的东西。哦，你救他吧。来てくれたんですか？
よかった、一人取り残されてどうしようかと思ってました。嗯，对啊，为什么只剩一个人啊？其他人呢？他の人は？私、この会社に就職面接を受けに来たんですけど、トイレに入っている時に地震が起きちゃって、開かなくなったドアに悪戦苦闘しているうちにみんないなくなっていました。降りようにも通路が途中で塞がっていて。你蛮衰的。ここは危険だ。とにかく外へ出よう。そうですね。出ましょう。进来路已经没办法过去了，人回头了。南侧。啊，那NPC怎么没跟过来？奇怪，NPC，嗯，哇塞，大姐你怎么瞬移的？大楼倒塌了，哪边可以下去？这也太黑了吧！哎呦，大姐，不要这样走吧，真的会吓到人。ここまで来れば大丈夫ですよね。そんな彼女を見て僕は
老师给我选。第三个好想选哦，可是不行，卡哇伊呢？よっぽど疲れてるんだな。私、笠原弥生って言います。あなたの名前教えてもらっていいですか？素敵な名前ですね。私もう少しここで休んでいきます。すごく大きな地震みたいだけど気をつけてくださいね。また会えるといいね。そうですね。卖给他吧，也没有啊。
繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。霧島様、いかがですか？ダメだ。相馬にも中西にも連絡が取れない。サーバーはどうなってるんだ？皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれていますよ。本当にそうならいいんだがな。あの二人が一番信用ならんのだ。なんてこと。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ぼーっとするな。ぶつかっておいて、なんだその言い方は。ふん、ぶつかられて転ぶやつは所詮その程度ってことさ。とにかく俺の邪魔をするやつは皆弾き飛ばすまでだ。大丈夫ですか？あの方はここから南に行ったところにあるレストラという IT 企業を経営されている方です。根は悪い人ではないのですが、事業の方で緊張が続くようで、時として乱暴な態度をとってしまわれるのです。そうだとしても、あの態度はないな。あなたのおっしゃる通りですが、今日のところは大目に見てあげてください。大きな地震だったようですね。ここも随分派手にやられました。あなたも気をつけて。大姐，你又在找什么？每个地方都有在找东西的大姐。是你们对他这么生气？Hello，妹子。大哥，你不用说故事哦。
我靠，不用脱裤子大便的。地震が起きたんだから仕方ないんじゃないですか。そうですよ。こうなっちゃったらどうしようもないですよ。お二人ともシェフの気持ちを察してあげられないですか。何カッコつけてんのよ。分かってるの。分かってるんだけど。そりゃ苦労してやっとの思いで手に入れた店がこんな風になったんだから落ち込むのは分かりますが、これ以上ここにいても、そろそろ帰ってもいいですか？ここにいても危なそうだし。ん？なんだい？見ての通り営業してないよ。帮得上忙吗？僕が力になれることはないですか？この状況で普通に考えたらないだろうね。シェフ、もう帰らせてもらってもいいですか？一旦解散します。みんな気をつけて帰ってください。営業再開の目処がついたら連絡するから、その時はお願いね。営業再開ね。能量集团。哇，你卖的东西也太贵了，便当3500。被災地域ではガスが止められています。避難する際にはブレーカーを切ってください。ブレーカーが入ったままだと通電時に火災になる可能性があります。避難する際にはブレーカーを切ってください。火を使っている方は火を消し、ガスの元栓は閉めてください。ガス管が破損してガス漏れが発生している恐れがありますので、
火の扱いには十分注意してください。また携帯電話が非常に混雑しており、つながりにくくなっています。また場所によっては通信できない地域。このは死者11人、生き埋め102人、行方不明27人とのことです。震災は経済にも大きな影響を与えています。四川市に本社を置く IT 企業株式会社ネストの株が急落しました。昼頃から本社のプライド事業に影響を与えるとの噂がネットに上がり、売りが殺到しました。这指南针也太酷了吧。等一下，这人明显不是地震而挂的吧？何？这个状况是不是有一点？あなた、まさか私の宝石を取りに来たの？いや、没有，我就没有这样想。就这两个一定会被杀。とんでもない、宝石を取る気なんてありません。これは私の宝石よ。誰にも渡さないわ。よく見ると、彼女は怪我をしているようだ。怪我は大丈夫ですか？怪我？心配してるふりをしても、
私の宝石はあげないわよ。这边也是我们一样的宝石呢，给。是有那么多宝石吗？干，小姐你消失了，等一下，我好像是空的啊。钥匙，这状况好神奇哦！我从这个时候就拿到钥匙了。有 ，Hello， 我突破昨天那一边了。你突破昨天那边了？原来是倒下来的大楼，二楼有一个女的在那边下不来，我们去把她带下来。哦，结果带下来途中，那个又再倒塌一次，然后就变成已经完全那个大楼完全平躺在地上了，受打。然后走出来就已经到另外一边了。等一下，我现在开门是会被当成那个强盗啊？有几张？应该不会吧？你换衣服啦？捡到的。哦，这样子我就开一条捷径，这可以自由进出了。然后刚刚在这个宝石店里面撞见，我不知道是不是杀人现场，反正店主被捅死了。店主被捅死。他的衣服不是可以换吗？可以啊，可是你所有的道具都会放在包包里面啊。哦，原来这不是可以去什么更衣室换衣，更衣间不是有更衣间的衣服也是要从包包里面拿出来换啊。哦，这游戏没有什么，它没有预设的。这游戏没有，应该这样讲，这游戏就是跟你现实的人一样，它没有什么，它没有什么特殊的东西，完全没有特殊的东西。就像你出去，你要带替换的衣服也是放包包里面啊，你不可能凭空生出衣服来啊。了解。渴了要喝水，饿了要吃饭，就是都一样的。所以你要有时时不时要买一些食物预备的。嗯。这宝石店好像到底是干嘛用的？除了刚刚那个杀人现场以外，好像没有东西了。那这里到底干嘛用？看这边没有，这边可以吃。这边好像是明大道，
真的很像哎、欸。市民大道，哎呦，真的很像、欸。我出来啊、哦！而且他这边的确是叫什么什么大道哎、欸，设计还蛮像的。为什么这边像是没事没发生什么事情的感觉？有啊，你看对面大楼的玻璃。对啊，可是这群人刚刚没事情，哈哈。NPC 吧。哎，都蹲下来。进去。啊，又掉帧了。社长。为什么这边响起音乐啊？喂，他吗？对，说到音乐，每一代都会有一位唱歌的人，唱歌的人，很好听。地震が起きて大変な思いをしてるのに道端で歌ってるなんて不謹慎じゃないか。这个人真的是，我看不懂他是什么意思的。他说，在这种发生地震，大家就是发生地震的时候，你在这边唱歌会不会太不谨慎了？哦，杀风景了。謹慎かもしれないが、絡むことはないだろう。なんだと？邪魔なら場所を変えるわ。なんだなんだ、可愛げがないな。可愛げ？歌うのに可愛げが必要なの？別にそういうわけじゃ。ち、就是有这种人，你知道吗？演奏を中断して申し訳ありません。今日はここまでにさせてもらいます。ありがとう。是我错觉吗？因为我觉得每个人都香肠嘴。香肠嘴真的？我不知道，我觉得每个人都香肠嘴感觉。啊，他唱的不错听哎，他不管哪边唱的，还找到他了。这人走路是怎样？哇，八加九哎！这也是，前面这也是走路八加九哎！哎，你们是怎么了？走。走路肩膀一定要站好。入职店呢？现在死者205人，負傷者754人の方が確認されています。一部地域では救助活動が始まっており、ヘリコプターによる重傷者の移送が行われているとのことです。沿岸部におられる方にお知らせです。この地震では津波の恐れはありません。这一代可能因为路人太多的关系，代入感比较没有那么强烈，你知道吗？嗯。他前一座是
就只剩你一个，然后你只会在过程中遇到一些些人而已，也有可能是技术不够，做不出这么多人啊。那个时候，两个人，你们在吵什么？哎呀，我只是想上厕所啊！这个人在说就快要关店了，不给人家上厕所是怎样？25格的包包，获得了更大包包。这怎么看起来像女学像学生包啊？是学生的书包吗？他没带书包，他说。车站。我想想，好像也是，又不是发生地震之后，什么事情都不做。那看起来这边也蛮正常的。对啊，生活还是要过啊。哦，找到地下铁了，可是那门是关的。哦，我从哪里下去了？让我玩下来，我觉得第一人称模式玩起来比较顺。第一人称比较顺，嗯，不知道为什么，可能是因为画面看起来很卡，第一人称看起来就会好一点。嗯，知道我干嘛了。刚刚市长钻进去，我也钻进去。到处都是指南针，哎，这游戏怎么那么多指南针？警卫室，警卫室有什么？什么都没有。不好，这不能进。
水间。其实刚开始接触日文的时候，一直搞不懂什么叫给汤匙。我还知道原来是茶水间的意思。茶水间。日语是汉字是给汤匙。哦。给汤匙。我发现了不对的事情。这几个人在上班。哈哈。大哥，你是上班吗？坐在电脑前面发呆，好像不在上班。那你吓傻了吧？我猜。他发那种事情，你也只能待在公司。这位先生都长得有点跟这一点，跟这里感觉就有点不。主管。他们都在担心一件事情，就是公司的价值，公司的市值会下降。天哪，太可怕了！发生就是地震发生的时候，不过一个小时，他们现在就是要赶快处理股票的部分。我靠，太可怕，太现实了。可以，准备喝个水。サーバーは大丈夫なんだろう。ならどうしてうちの株価が下がってるんだ。サーバーは別の場所に分散して設置してあるので大丈夫です。ただ。ただなんだ。ライバル企業のケルベロスがうちが震災で取引できないとデマを流しているようです。なんだって？それで、相馬と中西は？相馬部長は広報室におられます。中西専務とは連絡が取れません。中西のやつ、まさかこの機にライバル会社に。社長、なんてこと？とにかく中西を探せ。私は相馬のところへ行く。なんだ？お前は確か、カーディーラーでぶつかっておいて、文句を言ってきたやつだな。目障りなやつだ。あまりうろちょろするなよ。你不觉得我又出现这边怪怪的吗？あの、どちら様でしょうか？社長のお知り合いのようですが。我是你们社长的粉丝。霧島社長のファンです。なるほど、ファンの方ですか。ご覧の通り、本日は何かと取り込んでおります。申し訳ありませんが、今日のところはお引き取りください。
是，不是在哪里？不是。该出去了。
居然倒了。整座桥都会倒下来，那要往哪里躲？有没有地方可以躲啊？机会。干！是不是还是看不到啊？我错觉吗？好像还是看不到。他那边就直接做湖的、啊。那个到底是裙摆是？还是内裤？没有东西、啊。没有东西啊。那不好呢。
下图，然后就关掉。地下街。地下街。沿岸部の一部で地盤沈下が発生しているとのことです。沿岸部におられる方は、右折右折右折。上帝为你开了一扇门呐、啊！为什么我进来之后门又关好了？是开鲁卡拉，我绝对会回来的。洗手间到底？你到底要进女厕去干嘛？就这个地方就，就不会有人进来啊！我是想看看里面有什么东西。是吗？真的啊。电车也是凄惨，昏暗地方。
这男的他瘫的时候，我到底往哪边跑、啊？就地掩蔽。我就地掩蔽啊！真的被掩蔽了，被掩掉了，嘴也被掩掉了。我先找，我现在在哪边可以跑？发生地震了，为什么？刚刚是随机的吗？刚刚是随机的。可能讲，没有，这，啊！看，手撕地摊下来了。我直接被，从上面砸到头烂掉哎、欸！头上下来，那我到底往哪边跑？还是那个地下铁是陷阱？应该不太可能，应该是正确的路线。你、欸、这要是真的陷阱，我不知道你隔壁几次了、欸。对啊，你已经投胎好几次了。车厢里嘞，他出来。算是过了吧。待って待ってよ、哪里啊？置いていかないでよ。他在找边喊我、啊。听到声音，可是我判断不出他从哪里喊我嘞。每次受困的都是妹子，而且都是助けてください。
这是个 chance， 你懂吗？我们怎么帮他啊？说真的，这个有英文版的吗？这个我还真的不知道有没有。嗯，可是有英文版的没用啊，因为。助けて、動けないんです。若い女性が下敷きになっている。それを見て僕は。还没有 switch 关的。所以这两台都要升吗？能升一台。年轻女性被压在下面。亚大，见到这个年轻女性，我要做什么？亚大，嗯？关于你上次跟我说的那个东西，您觉得怎么样？什么东西？就是，算了，我来赖你好了。车哦，你说那个、哦？对啊。你这样一问我，我也不知道你跟我想的是不是一样的。我知道啊，你说明年的。明年？啊，难道我跟你想的是不一样的事情？你说二手吗？等等，这件事是哪一方面的事情？就是主机的事情。哦，我以为在讲工作的事情，我怎么突然间？不是啦。お願い、手を貸してちょうだい。你要先确定好，我再问呐、啊。不然你说你哥、哦。没有啦，我说老那个工作啦。哦，对。对啊，你要先确定好再问，不要问一问之后又有什么变数，对啊，人家不好意思。也是啊，你先不要问了，这个你先不要问。没关系啊，我等你决定好啊。然后主机的话。